さあ今回のレシピは小麦と砂糖、きび、ミルク、蜂蜜、卵かな。蜂蜜クレープ、これ作ったっけ。馬宿用のなんかこう写真があったんで、それを元に作ってみたんですけどね。はい、ということでこんにちは、ブレワイデスキおじさんのカイチです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きをやっていきます。皆さんお帰りなさい。ということで28本目かな。ついに、こちらのゲルド地方を目指していきます。現状のおさらいとしては、プレイ時間が185時間以上、ハートの数が27、頑張りゲージマックス、バッテリーマックス、祠は128個、地底の根っこは100個やってるそうです。コログの実が429個ということで、まあ数字だけ見るとめちゃめちゃやってんなって感じですね。初見プレイなんですが、ゆっくりと楽しみながらプレイしております。ぜひですね、チャンネル登録していただいて、いいねボタンも押してもらって、過去の動画も見てもらえたらと思います。じゃあまあ、いつもの山登りセットと、コログのお面で、コログ探しながら旅をしましょうか。まあ、まずは、マップ開放したいんでね。あ、違うわ。マップは開放したいんだけど、冒険始める前にいつも忘れちゃうんだよね。パラセールの柄を変えます。それにしてもまあ、祠128個もやってるのもさ、すごいとは思うんだけど、地底が100個もあったっていうのがまずびっくりだよね。そんなに解放してたんだ。さあ、パラセールの柄はいつも1個下のものを設定しているようにしているんですが、今回は何だろうね。チュチュから架空だ。あ、なんかゲルドの砂漠っぽいカラーでいいんじゃない。あ、そうだ、梅婆さんのところ行くか。あざーす。さてさて、まずはマップ開放したいんで、あれかな？あの辺か。行きますか。まずはね、ゲルドの町行って、ルージュに挨拶したよね。あとパトリシアね。まあ、あとは市から村、ん？市から村の、娘ちゃん、何ちゃんだったっけな、の様子もちょっと伺いたいね。猪木田にちょっと報告してやれるように。まあ、それにしても、まあ、多分だけど、ブレワイからティアキンって5年以上は多分経過していると思うから、ルージュ、そう、ルージュ、身長伸びてるんじゃないかな。結構身長のこととか気にしてるタイプだったよね。いった、なんで？あんま当たんないもんだと思ってたけど、結構当たるな。なんだっけ、ナボリスと戦う前とかもさ、なんか雷無効にする、その火砲みたいな、あのヘルメットあったじゃない、兜みたいな、あれがサイズ合わなくてこうずれるんだよね。それをずれるのを直すっていうのめっちゃ可愛かったんだけど、あれが何、多分スポットハマるぐらい成長しているかもしんないね。ナボリス戦も好きだったしね、あのラクダの足みたいなのを狙うボスバトル、あれもっとこう長いこと戦いたかったんだけどね。意外とあっさり倒して終わっちゃったんだよな。お、砂漠。砂嵐か、これ。見えにくくなってきてるけど。頑張りゲージも結構やばい。一気にここまで来るの良くなかったかもしんないね。
ひょっとしたら。あ、ちょうぼだい。あ、熱いのか。癒さなきゃね。冷たいロッド。何も問題ないじゃん。いつもなんかこうすんなりいかないのに、あすんなりいかない。点滅してる。誰か修理してくれ。あらら、誰もいない。ここになんかこれが置いてあるってことはなんかあるはずなんだよね。あー、これで多分資材を上げてくれと。いきなり悟りか。まだいいかな。まず自力で洞窟は調べていって、最後の答え合わせにしたいね。え、マジで？誰もいないじゃん。あ、クラクラしてる。暑さ対策か。ないんだよね。エビシャツぐらいか。これか。あ、でもギリなんとかなるね。ブレワイン時はコログがいたような気がするんだけど、違ったっけ。あれか。つらかみか。隠されし鉄。隠している？投げると通電する。通電し続けなきゃいけないんだよね。あ、くっつければいいのか、単純に。これで持ち上げてもらうと。で、また通電すると、ああ、あれが落ちてくるのかな。そもそもくっつけにくいよという話ではあるけど、戻れこで止めで、そしてくっつける。ああ、でもダメなんだよな。戻れこだとなんか剥がれるんだよな。あ、これでくっつけばいいのか。 OK。 動き続けるのか。宝箱はまだ。さてさて、電気は来ております。ここでビリビリ言っとります。で、これをくっつけることにより通電しますよと。長さが足りませんと。で、ゴール来ちゃったね。あ、この上にあんのかな。これ逆回転できるの？機械のなんかこう仕組み上さ。さて、
あれ鉄板かな、あ違うの、接続するもんが必要になってくるよね。ここの棒は何なんだろうね。とりあえずかけとく。棒が必要じゃない？これなんか取れるの？いいの取っちゃった。これいいのかしら。あでもこれだったら一応ゴールはできそう。宝箱マークついたし、まあいいでしょう。ごっつぁんです。ほっとしてだけどさ、眺望台今の段階だと無理なわけ。それはでもきついぞ。誰かいないかな。人がいないんだよね。寒い。夜は寒い。誰かいない。誰もいない。お、新種。お、新種。カラカラコヨーテ。喉カラカラってこと？誰もいない。赤く染まり。眺望台でいきなりつまずくとは思わなかったな。おお。炎のグリオークめっちゃ似合うな。切ると発見。お、地上へ。よいしょ。地上へから行こうかな。キルトンっていうかコールテンか。どの道ももらうもんないしな。迷い情報も大して今は必要じゃないし、どっちかっていうと攻防台が機能してないことの方が痛いな。やば、やばい。ああ、いや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 、もう最悪。どの辺かな。やっぱ上の方なのかな。ありそう。あ、イチゴか。ん、ありました。じゃあコログまだ見つかってないけど先見ちゃいましょうか。どの格好にしよう。
ダークリンクにするか。では見ます。かっこいいな。度重なる将兵に遅参いたしましたること我らゲルド一族心よりお詫び申し上げる次第にございます。面識あったんだ。願わくば我らを幕下の端にお加えくださいますようお願い申し上げます。首相なりガノンドロフ、そなたらがハイラル王国に帰順することを認めよう。ゲルド一族で100年に一人しか生まれぬと言われる男子、生まれながらの王と呼ばれるマスラを、マガダマばっか見てるね。我がハイラルに迎え入れられるは誠に頼もしき主義である。光栄にございます。ゾナウ族がその昔天から降臨された姿はまさに神のようであったとか。その末裔であらせられる陛下が今はハイラルの一族の娘をめとり、部族を超えて世を治めておられる諸聖たるや、お見事。しかし悪も高潔なゾナウ族があとは陛下と姉君を残して滅びゆくのみとは誠に残念でございますな。たとえ私が滅びようとこの安寧崩させはせぬ。我らの国はこれから長く続く。めちゃ好戦的だな。こたびはご苦労であった。期待しておるぞガノンドロフ。下がるがよい。はっは。武器の携帯 OK なんだね。ラウル様、私はあの者の奥底に黒き野心を感じます。それにあの女、嫌な予感が。奴の邪悪な本性は見えている。しかしなればこそ我が家に入れて目を光らせておきたいのだ。案ずることはない。ゲルド一族ね。寒いね。よし、ゲルドの町目指すか。おー懐かしい。ゲルドの町行くときさ、ここに設置されてる祠からいつも向かってたんだよね。今回はないのかな。暑くなってきた。エビシャツ。祠センサーはなさそう。あ、へえ、町の近くにできたんだ。まあそうだよね、不便だったもんね、町の近くにないっていうのが。お、砂ざらし。
登録完了。あの町の上にあるのなんだろう。うわー、なんか炎焚いてるし。砂漠で炎を焚くってすげえな。ビリビリフルーツ。なんかピヨピヨ聞こえる。くそ、ゴーレムが。ゴーレムがでかすぎて。なんか周りに生えてる木が増えてる気がするね。マヤタタ。地を滑る者。台車ね。ソリか。ソリか。とりあえず宝箱をチェックして、ここにはなさそう。上から滑ってくるのかな、これ。上からか。ってことは戻れっ子で、上に行けばいいよっていう話になりそうだね。そうか。じゃあこういう、なんだろう、これをやった後だったらなんかこう後々に、じゃあコログの救出にはこの戻れ子を使えばいいねっていう発想になるのかもしれないね。私はこういうチュートリアルなしで自分で思いついちゃいましたから。だから何って話やね。え、これソリ自動で動くのこれ。あ、まあ電力ないと無理だよね。てか流れる砂漠があるんだな。2個あるってことは2個つなげろってことか。宝箱そろそろどっかにあるでしょ。ゴールできません。あ、あったあったあった。あ、埋まる埋まる。埋まりませんか。新しく作れと。この距離だったら扇風機1個でいいよねってことね。スピードもなんかそんなに変わらない気がするね。ゴッツァンです。さてさて、カラカラバザール、カラカラバザールのね、ちょっとしたバグ技で
いつも木の矢をマックスまで990本とか作ってたな。この音楽を聴きながら、このばあさんのとこでやったな。ここだね。ここで燃やした木の矢で、5連射とかでね。ばあさん、また同じことやってやろうか。やめい。夜勤でもやるのやめい。すまんね。商品に何すんだい。ビリビリハーブ。結構いろいろもう持ってるね。お、ネッサの鉢金。買う買う。買うよ。450。暑い砂漠ライフにぴったり。ああ。どうも。ラストワンなんで、商売上手だね。あ、なに？秘密。え、なになに？買ったら教えてくれるってこと？はい、なになになに？気になるじゃん。ネッサシリーズの一部で他に片手とズボンがあるんですよ。買える場所が特別で、ゲルドの町にあるシークレットクラブ。まだあんのか、あのクラブ。で、その場所ってのがファッションパッションっていうお店の裏手で、合言葉。もう入れないからさ、もう全部教えちゃいなよ。なんか合言葉とかなかったっけ。教えてくれないのか。尻尾買っちゃおうかな。あ、でもリザル、あ、もう買っちゃおう。手に入りにくいんだよこれ。サバ。情報台について何か知りませんかね。あー、キャラバン隊に紛れ込めれば入れるのかな。あ、砂人で商売どころじゃない。まあ、だけど、ブレワイでは助走してたけど、多分その手はないだろうな。同じことはしないでしょ。サーバー。どうした？また先輩に若者言葉を使うなって叱られるとこだった。なんかくっつけたいのかな？キラキラで熱い情熱を放つデコ。デコ。魔物素材は使えないし、一体何を飾れば。キラキラ？ああ。まあ思い浮かぶのはサファイア？サファイアじゃないわ。赤いやつってサファイアだっけ？はあ、それだ。はあ、スクラビルドもしてあげようか。ナイスデコ見せてくれてサク。あ、エレキースありがたい。ああ、どうも。そいつでデコった武器の威力。デコか。スクラビルドのこのデコっていうのいいね。サバーク。商人たちがなんかキーになりそうだな。テリー、暑さにやられている。ああ、カブトは無理です。無理です。妖精の力水。ああ、いりません。はいはい。ダークテリー。あ、やべえ。やべえ。
わかんないどこにいるか。これカラカラバザール？砂嵐やばいね。あー、なんかさ、砂嵐でさ、見えない感じと、ここの雷雲の中にいる感じすごい似てるもんね。やっぱそうじゃん。ここの問題解決法を上に持っていけるね。おそらく。こんにちは。バサーク。あー、ゼリー。ああ、うん、プレワイでも本読んでなかったっけ、あの子。ああ、うーん、もうちょい情報が。何これ、次はこれ作るか。うまそう。そうね、足止め食らってるわ。エステ。はあ。あ。ああ。アローマさん。ウォトリー村にもね、岩塩エステあるけどね。あれエステなのかな。あ、シュシュ。聞こえてます。不愛想やね。上昇気流。ああ。はい。おう。ボーイキャラバン隊。ああ。お、とりあえず砂塵で上上がってみるか。今ちらっと祠が見えたね。いやでも何回も上げさせてくんないのか。くっす、方角すらわからん。しまった、出ちゃった。視界が悪い。ありがたい。うん、光学的にもこっちで良さそう。でもさ、これこのまま来ちゃっていいのかな。でも行くとこないんだよね。ここ行けって言われてないし、とりあえず行っちゃおう。サジの中入ると方角わかんなくなるから、もう向き変えられないな。砂漠の裂け目。裂け目。裂け目ができたんだ。メロンって取ったっけ。あ、取ってないね。
つい。そっか。寒くなったり暑くなったり。リンクも風邪ひくな、これ。なんか敵出てくんじゃない？大丈夫か？ああ、この遺跡っぽいの気になるな。バネ。ああ、あんまね、あんまりこう方向変えたくないわけよ。お、ゲルドの町。これ中入れないんだよね、きっと。あ、門番がいない。人もいない。これで入れちゃう。よいしょ、大丈夫か。おいー、瀕死の敵。何、ギブド。気持ち悪い。砂塵と共に現れた魔物、動きは遅いものの非常に頑丈な外皮を持っており、物理攻撃を受けてもほとんどひるむことなく襲いかかってくる。反面、炎や雷などの攻撃を受けると白化して脆くなる弱点を持つ。炎に弱いのか君は。イフキリザルブレード。あ、本当は白くなった。お、なんか出た。ギブドの骨。強っ。40もあるし。鋭い突起が複数ある不気味な骨。武器につけると攻撃力がかなり上がるが、不安定な形状のためすぐ壊れる。なるほどね。人がおらんぞ、人が。あらららららあらららら。らよっ、ほっ、はっ、はっ、はっ、よっ、うん、はっ、あ、人がいる。はっ、はっ、え、どうした？ボテンさ、君ってさ、ブレマイの時もさ、城の周り歩き回っててスノーブーツくれたやつ。ああ、メガネかけてたような気がするんだけど。人いないね。井戸の中から声が聞こえる。うん、避難してんのかな。うん、はっ、ここから行くか。ルージュ、日記書いてんのかな。タニゴ。いいね。もう町の一番上に置いてあるなんて来やすいな。埋もれた光。こういうことか。あそこなんか砂が落ちてたところ、こういうので吹き飛ばせばいいってことか。こういうこと？なるほどね。なるほど、なるほど。こういうギミックがあるんだ。はい。
小さな鍵。これあれだな、ゴーレムに扇風機持たせてガンガン使えそう。これに光を当てろってこと？光が差し込んできている。で下のやつがなんか砂に埋まれてるんで、これで光るようになると。めっちゃ光るじゃん。宝箱が1個、1個っていうか、なさそうなんだよね。こい。多分この外に向かって、光撃ってあげてって思ったのに。こうか。これでどうでしょう。もうちょい行こうか。むずいな。おそらくこれを反射させてあげれば、ですね。宝箱どこにあんの？端っこにある。バネかなんかあんのかな。敵か。さすがにこれ扇風機車上届かんよな。あ、いけるんや。
それで上に持ってくるために扇風機の武器があればいいよっていう話ね。これでもいける？うちはいけるね。はい、どうもどうも。どうやら OK、宝箱 OK。 ハゼがキーワードになりそうだな。ゴッツァンです。コログ発見。ギルドの盾、これは図鑑登録しないな多分。捕らえられたこの兵隊を助けてきてくれっていう救助ミッションが発生した場所だったような気がする。まあ多分日記があるでしょう。ルージュの日記見に行くか。入りたい放題じゃん。パトリシア人形、こんなんあったっけ。お日記もすごいね、堂々と置いてある。今日ビュエルラーより何やら不穏な報告を受けた。ハイラル城の地下から正体不明の蒸気が湧き出て、それに触れた者たちが病に伏せっているという。ハイラルには我が戦友のリンクとゼルダがいる。あの二人なら問題を解決してくれると思うが、新たなそして残念な報告が飛び込んできた。リンクとゼルダがハイラル城の地下で行方不明。そしてあろうことか城が浮上し、時を同じくして世界の空に無数の浮島が現れた。信じがたい現象の数々。一体世界に何が起こっているのか。あの二人は無事だろうか。ハイラルへの心配を募らせる最中、我がゲルドンも突然の災いに襲われた。上に現れた砂人が町屋主要を撃ったため民を地下に避難させたのだが、原因調査で砂人に向かった我らは謎の魔物にの群れギブドの教習を受けたのだ。わらわの発言したばかりの雷の技は焦りのせいか魔物に当たらなかった。町まで逃げ戻ったものの多くの負傷者を出し、事態の全容もつかめぬまま族長として皆に申し訳が立たぬ。地下の居住区に通じる隔壁は強固だ。いかなる魔物でも突破はかなわぬだろう。地下に豊富な水源があるもの、あるのも幸いだ。しかし水路からの侵入は警戒せねばならない。念のため玉座裏の穴を蓋をしておこう。このまま落ち込んでいても何も解決しない。地下街はビューラに任せ、イカズチの技を修練しよう。北の遺跡ならば町からそう遠くない。何より鍛錬に集中できる場所だ。ゲルドモス、世界も不安はで山積みだが、今我々にできることをやる。それだけだ。そこに行けばルージュがいるのかな。我が親友ゼルダでもきっとそういうはずだ。カネとリンクの無事をウルボザ様に祈ろう。なるほど。玉座の裏側か。おう、ずれてますよ。しかもずれてます。なんか水で埋まってない？大丈夫？あ、違うか。なあ、ボーイだ、ボーイがいるぞ。ここでこのセリフが出るのか。なんか侵入者がどうのこうのっていうよりも男だからっていうのがあれなのか。
はーい。おう。お。面識あるよね、ビューラさん。でも許してくれなさそう。お。すげえ、 VIP じゃん。お。絶対の掟破られてるね。ていうか砂人がよっぽどのことじゃないの。そもそも。ん？それにしてもなんかすごい武器持ってんな。写真撮らせてほしいわ。はい、炎に弱いっぽいよ。それにしても地下が充実してるね、ここ。じゃあ北の遺跡に行けばいいのね。ちょっと待ちいいな、かっこいいな、ゲルドの両手剣。めっちゃ充実、ボーイーだって。あ、ちょっと待った。ってことはあの子いるな。市から村から誰か来てないですか。災いね。やっぱ興味津々なんだろうね。ダメって言われるとなおのこと。怒られちゃったよ、リンク。どこ行っちゃったんだろう。これがボーイか。何、商人としてなんかいろいろ見てる感じがするね。ああ。お。うん。ルマリン砂丘のあたり、それもそうなんだけどさ、君たちの中でさ、消防隊なんとかできるやついないのかな。オルドラジーク会いたいな。行方不明のもな。へえ。オーナー？ああ。アイシャさん。武器も作っている。サーバー。考古学。同じ弾を持ってるやついたな、向こうに。あ！え？はい。
こういう絵がどっかにあるってこと？バーサーク。アローマさん、あなたか。ああ。じゃあエステよろしく。ああ。傷だらけなんだ。100年前のやつかな。まだ残ってんのかね。まあ。どうも。えのきだいないぞ。あ、恋愛教室。ああ。恋の ABC。リンク、ゼルダのことどう思ってんだい？いますって言っといた方がいいのか？夜の授業。てか何この人形。ここを抜ければ、うん、お、ここを行けばいいの。パトロッシャーどこにいんの。あ、これさ、飽きそうじゃない。ここが開いたら今までなんか開かなかった部分全部開くそう。こことか。開きそうやな。これはちょっと楽しみやね。すまんね。じゃあちょっと北の遺跡めがけて出発しようか。これが4つあるうちの1個ってことか。七英雄にまつわる石碑1個目。よし、行くぞ。砂土ざらしが欲しい。谷って洞窟属性なのかな。一応迷いが設定されてるけど反応ないね。あ、早回った。地底にコログがいるって珍しいね。多分あそこのやつを壊すと、光が来ると。どうも。
おお、びっくりした。先進めますよ。他は何かあったりするのかな。あ、まだ何かあるね。もう一個。落ちる落ちる落ちる。多分宝箱。宝箱でした。修練中のルージかな。あ、パトリシアじゃん。登録パトリシアちゃん。でかくなったかルージュ。あー、ちょっと身長伸びた気がする。どうも。そこだ。声もちょっと変わったかな。あれ、ブレワイの時喋ってたっけ。お、ウルボザっぽくなってる。当たってない。お、髪型かっこいいな。ショート。当たらぬな。このままではまた皆を守れぬ。こんな格好でごめんなさい。リンク。驚いたな。このような場所で会うとは。成長してる。そなた、いつも突然やってくるんだな。ほう。どうも。そうね。サジン払えるんじゃない？誰か。炎だよ、炎。ん？いいよ、多分ね、こう、指パッチンじゃない？指パッチン。まさかそういうことってこと？終わりだ。ん？おお。どういうこと？どういう連携なのこれ？だって昨日やってさ、別に飛来神にもなってないでしょ？
岩あたりを狙うのが良さそうだ。気を貯める時間が長くかかる。よし。あ、このブイーってやつか。これが何？マックスになればいいわけ？ちょっと待って。通の弓にするわ。あれか。どこだ？忘れた。ほい。くらえ！おお。早いな。習得早いな。相棒はやっぱりルージュか。ん？やっぱ雷攻撃は人気あるもんね。雷攻撃以外はないのか。はっ、砂塵の払い方じゃないのか。はい、わかった。いけます。まあ、多分だけど、今の能力から察するに、木の矢で撃った先のやつを電撃攻撃するわけじゃん。ここのさ、消防台なんか電気が足りない感じだったじゃん。もしかしたら、この攻撃によって作動させるのかもしんないね。襲われてる。にもめっちゃ弱いとは。いいね、これで士気が上がるな。了解。それか、私一人でやっちゃいましょうか。このような感じで。それともこの方がいいのかな。強派手だな。まあ、できたらあれか、まとめ打ちしちゃった方がいいのか。よっ。あ、一撃は強いな。え、なにこれ。これ狙ったらいいことある。おおおお、崩れ落ちた。おい、いやー、ルージュいいね。弓での攻撃がなんか楽しくなるな。まだいる？よし。ビューラ、我らの到着までよく持ちこたえてくれた。今回ギブドに雷が効くと確認できたのは大きな収穫であったな。はっ。あら、ゼルダ。神殿かな。さすがにあれから街を守るのは難しそうやね。一体。結
まずいじゃん。ゼルダ、竜巻がゲルドの町の方に発生し、ゼルダもそちらへ向かって消えた。ビューラ、町へ戻るぞ。はは。リンク、我らは先に行く。町で落ち合おう。あい、わかった。あれ、君壊せるじゃん。ほう。準備？もう準備できてるぞ。ルージュができてないのか。懐かしいね、この格好。でもこうやって見ると、あ、でもでかくなってんのかな。何でしょうか。社員だ。ああ。もしや RTS 的な遊び方をするのかな。ああ。ぽいな。これはちょっと自分の好みな展開になりそう。準備をするか。炎攻撃できるように。ふっ、ああ、お配置分散させるか集中させるか。ああ、槍兵憲兵、まあこの2つ意味ないもんな。おおでしょ。じゃあ適当に西。ああ、はい。で北も北でなんか誰かやってもらって、リンクは東。ふっ。バリケードの用意。設置したい。はい。北をやってもらえれば。
まあ、時間稼ぎができるよってことか。まあいいか。はい。まあなんとかなるでしょう。先祖様でしょう。あれ壊したいね。はいよ。まずは東。好機と好、危機と好機は表裏一体。いいこと言うね。はいよ。サルジュ、東へ行こう。町の外に魔物が現れたぞ。各門の守りを固めよ。ルージュはついてきてんのかな。敵が湧き出してきたぞ。迎え撃て。はい。ほっ。どう。あ、一発じゃ無理ってことか。はい。オッケー。ルージュの準備ができたっぽいな。この巣はもうギブドを出すことはできる。よし。湧き出してきた。町に入れるでない。あとは任しても大丈夫だよね。西のバックアップに行こう。多分任せてても倒しきることはないだろうからね。あ、マップ、右下のミニマップ。わらわの敵が街中まで入り込んでいるぞ。門の守りは突破されたのか。お、赤い点はあれか、敵か。よっ。頑張ってちょうだい。北門の巣から羽根つきが現れた。町に溢れよ。羽根つき。この巣もこれで大丈夫。よし。敵が町中心部まで迫っている。攻撃に備えよ。中心。ちょっと待って。何果てなって。あ、肝か。ギブドの肝。敵は際限なく湧き出してくる。全ての巣を破壊するのだ。なあ、侵入されてる。我らが最後の砦なのだ。あ、でも結構やれそう。バリケードやられてるね。おりゃおりゃ。敵は他で作ってないけど、なんか作るか。あ、違うな、あるな。トバーズの杖。湧き出してくる。すべての巣を破壊するのだ。ほい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 。あ。よっ。ほい。ほい。ほい。いいね。この杖使うことほとんどないからな。あ、羽あり。あれか。モスギブド。気になる。気になるが、まずはすご。巻き添え食らったね、君。あー、容量不足。適当に。
あ、これないのか。金。ほい。よし、巣はすべて見返した。あとは街中のギムルをすべて片付けるぞ。あ、まだいるのか。何あれ、四つん這いのやつがいる。よし。あ、そっか、撃てばいいのか。ああ、外れた。よし、どう？防衛完了。いいね、勝ちどき。当然のこと。なるほどね、あいつらとの戦い方わかりましたよ。さあ神殿へ行こう。地下街の広間奥にある壁画。さあ、玉座が背にし、広き海、赤き柱、これあり。光が三隅回りしとき、絵かずしの石、現れ、道開かれん。玉座が背にし、広き海、赤き柱、これあり。光が三角、三隅か。三隅回りしとき、イカズチの石現れ、道開かれ。しまった。そうやね、もう思いっきり玉座が、ルージが座ったらこっちを向くように設置されてるってわけだよね。祠もちょうどそれに合うようになってて、だからこの背中に玉座があるわけだ。んで、広き海、赤き柱、これあり。だからあれだよな、多分赤き柱、あれかな。光が見すみ回りしとき、とりあえずこの広い海行ってみるか。赤い柱。
耐えられない暑さ。あ、服売ってなかったかな。そういうことか、気球を使えってことか。こっちとこっちに一個ずつ赤い柱があるんじゃないかな。あそこがゲルドか。さらに上からじゃないとちょっとわからんな。なんか発見。見えないよな。あ、もう行ってしまえ。あれ、あれ火をつけるとこじゃなかったらちょっとわからんな。もうなんだ、砂漠監視所。ここしばらく砂漠は平穏そのものだ。遭難者は出ない。魔物や毒の襲来もない。喜ぶべきことだが、私の任務は砂漠を常に監視し、見つけた異変を報告すること。何も異変がないうちはやることがない。かといってここを離れるわけにもいかない。いくら大切な任といえど退屈はするものだ。本当にこの上ないことなのだが、ここがお役御免で閉鎖されることになった。私のぼやきが過ぎたのかと内心焦ったが、どうもそうではないらしい。今度カラカラバザールに町と連絡を取るための灯台なるものを設置することになり、砂漠の監視と異変の報告という保護の役目も引き取ることになったそうだ。灯台は多少の砂嵐で視界が悪くなっても機能するよう巨大なものが作られるとのこと。急な砂嵐で遭難してもカラカラバザールの位置だけはわかるようになるだろう。きっと多くの人々が救われることになる。新しい取り組みを歓迎しよう。今日でこの監視所に詰めるのも最後だ。いざお別れとなると寂しいものがある。次の仕事に私は南のオアシスに新しく作られる訓練所の監督役を任されることになった。兵を鍛えることでより直接的に砂漠の安全を守る手伝いができる。大変光栄だ。砂漠を長く観察して蓄積してきた知識と経験を今こそ生かしてみせよう。灯台はでも最近できたのか。これの中心にあるのが灯台なのか。カラカラバザールの灯台だとして、その周りに3箇所何かしら光を
光をなんかするものがあるってことか。全然わからん。まあやっぱとりあえず、裏島なんかないかな。赤い柱、赤い柱っつったってカラカラバザールは最近灯台作ったっていう情報やもんな。ゲルドの町があって赤い柱ってか空島ないんじゃない。序盤で行けるところってさ、範囲も限られてるはずだから、こんな多分上昇できんぞ。序盤だと。三隅を光で照らせ。寒い、寒くなってきた。罠発見。光を見て。回す。いやでもルージュもなんかリトの能力、空から見る能力があれば確認できるのにみたいなこと言ってたわけだから、音だよな。マジで上なんもないじゃん。でリト族並みに高く舞い上がることができれば確認できると。ミスミ、祠の話じゃないよな。祠が 1.2 点、あそこに3点目があるのかな。光、でも赤き柱ってなんなん。超難問、ゲルドの町にあんのかな。赤き柱、この辺から分かったりする。赤き柱、広い海、全然分からん。マジで分からん。赤い柱って言われましても超むずいんだけど。座ったら怒られるよねきっと。広い海、ここのこと。あれって赤い柱もしかして。いいね、君ライトで照らしてくれるから。いいかな。お、うん、お、光を受け止める装置っぽいのがあるの。赤い柱、これ赤いか。今暗いから分かんないかな。あ、まあ赤い、赤いのかな。でもこれじゃなかったらもうマジで詰むね。光が三隅回りしとき、光を三隅、あれを動かせるんかな。動かせない。石が置いてあるってことはこれ砕けってことかな。天中殺、あれ、ほっ、第一段階クリア。これだな、よかった見つかって。ミスミ照らせ、
かなり遠距離でなんか照らすのかな。これ動かせないってことはこの先にあんのか。単純にこれついていけばいいんかな。でも行きやすいようにはなってるね。光はめっちゃ見やすいな。合ってそうやね。あ、装置ある、装置あるけどなんか光が、光の高さが合わん。どうしていいの、高さが合わんよ。これ持ち上げないと、遺跡自体を持ち上げないと。何これ、おー、これ高さ変わるんじゃない。動いてるのか全く分からん。反射板多分動いてない。あ、はあ、光上がった。あ、やっぱ高さじゃん。上がるじゃんこれ。そうか、回す方向間違えてたのか。すんごい簡単になんか回るねっていうか、もうミスに回ってなくない、回ってなくないっていう か、 完成したんじゃないこれ。真ん中に怒りの、怒りじゃないわ、稲妻のなんか石が現れる。道開かれん。この感じからするとまだ回ってないのかな。こっちの高さも合わせないかんとか。なんか角度を変えるものがあるでしょう、きっと。天中殺か。なこれ。隕石。隕石と木の板。板っていうか木の棒。鉄の棒か。重そうだねこれ。なんか工作しろと。あ、角度結構合ってないんだね。序盤だとそんなにバッテリーないから。なんこれ、これ棒つけて回せってことだ。あ、ここに来るために浮遊石があるわけか。なるほどね。浮遊石を利用して これをなんかねじ曲げたりするわけじゃないんだ。なるほど。欲しいのはあの棒か。しかも1本でいいよねきっと。ほい、
浮遊石ね、苦手なんだよね。よし、こっからなら持っていけるっしょ。ちゃうちゃうちゃう。よよよ、オッケー。よ、結構大部分はクリア。こう上に上げまして、自分が上に上がり、どこでもいいんだ、上がってくれ。よし、でようやくゲット。多分ね、もうちょいスマートに運ぶ方法あったと思われるが、よし、回すぞ。熱い熱い。帽子欲しいよね、きっと、リンク的には。あ、結構ゆっくり回るな。結構遠いからね、一度というか、もう若干違うだけでもだいぶ違う。トライフォース進んだよ。あったー、超難問だった。これルージュに報告すればいいかな。ここに雷打ち込んでくれいっつって。サボテン、ドラだドラ。ユンボーの出番じゃない。バイーンっつって報告しなくていいのかな、これ。はっ。ゼルダ。もったいぶったゼルダ。お、来てくれたね。違います。デスマウンテンでも同じことがありましたので。イベントシーン入りそうだな。なんか清掃するか。エビシャツでまだ売ってたことないし、なんか短パンあるかな。これなら涼しそうじゃない？マスクは、これなんかポーズ取った。モリブリンポーズか。盾外す。弓外す。ちょっとバカっぽいけど。赤き柱の光が立ち上がる様を見て急いで駆けつけてみれば。ほう、任して。めちゃくちゃ苦労したけど、まあ十中八九イカズチ打ち込むんだろう。手伝おうか。トゲボコイミ、モルドラ、ジークくん来る？違った。神殿か。
いのはルージュの能力で壊せるってことだよな。ルージュの雷を操る力。ルージュが共にと行動するようになった。オーラが出ている時に声をかけることで、声をかけることでか。大撃攻撃が可能になる。いや、これ序盤で仲間になったら、ね、火力全然違うな。道中の、なんか、戦闘めちゃくちゃ楽になってたな。まあ、それだったら、一番最初に来るべきだったね。ということで、今回の動画はここまでにします。次回は、もちろん、あちらの神殿の攻略ですね。ということで、ギルド長、仲間になるのは、やっぱり、ルージュでした。まあ次回はね、もちろんクリアまで行って、で、その後、どういう進行になるのかっていうのが非常に楽しみですね。ということで、ぜひ、いいねボタンで応援と、あとチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。